はい、尺八ラブチャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。私、世界の尺八パフォーマー白鳥義明と申します。今日も楽しく尺八を吹いていこうと思います。はい、そして今行っているのが6段100回吹きシリーズ、その第2日目ですね。第2回目になります。まあ、我ながらバカな企画かなと思っておりますが、まあね、最後まで全力で吹いていこうと思いますので、まあ、ぜひとも最後まで見ていただけたら嬉しいです。それではですね、早速吹いていこうと思うんですけれども、まあ、1日目のちょっと復習といいますか、自分で聞いて、まあ、ちょっとゆっくりした部分が多かったので、そのテンポ感っていいますか、そこら辺をうまく修正できたらいいかなと思っております。そして細かいミスもなくしていって、まあ、しっかりと完璧に吹けるように頑張っていこうと思いますので、それではいきましょう。6段の調べです。
今やっぱりポロポロミスがありますね。ちょっと残念な感じではありますが、まあ、次回ですね、まあ、そのミスをもうなくしてしっかり吹けるようにしていこうと思います。まあ、このチャンネルではですね、本当に尺八のいろいろな曲をどんどん演奏していこうと思っていますので、まあ、よかったなと思った方、高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。そしてもっと頑張れよっていう方も、まあ、頑張れっていう意味で高評価いただけると励みになりますので、まあ、それを見て頑張っていこうと思います。はい、そしてぜひともね、チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。